それでは新型コロナウイルス感染症対策本部会議後の臨時会見の方を始めさせていただきます。冒頭知事の方から説明はございます。はい、本県の感染状況でありますけれども、新規感染者数は全体としては6月30日から16日連続で100人を上回っている状況です。昨日の新規感染者数は今年3月に緊急事態宣言が解除されて以降最も多い253人となりました。特に統括南部地域が顕著な増加傾向が見られます。直近7日間平均で約190人となっており、この1週間平均、前の週と比較すると 1.28% の増加です。病床稼働率ですけれども、全体としては昨日時点において39%、まん延防止等重点措置が適用された4月の20日以降で、最も低かった6月上旬と比べると16ポイント増加をします。特に統括地域の病床稼働率が急上昇しておりまして、逼迫に近づいているというふうに認識を、持っております。こうした状況を踏まえ、対策本部会議においてまん延防止等重点措置を講じるべき区域の見直しや病床確保計画におけるフェーズについて協議をいたしました。対策本部会議で決定した事項について主なものを申し上げます。まん延防止等重点措置区域についてですけれども、八千代市及び鎌ケ谷市については新規感染者数が増加をし高い水準となっており、統括南部地域の病床稼働率も急上昇していることから措置区域に加えます。現行区域の9市については東京都の影響を強く受ける地域であることや新規感染者数が高い水準であること、または減少傾向が見られるが下がりきっておらず上昇の兆しが見られることなどから引き続き適用を継続をいたします。区域を見直しをした結果、まん延防止等重点措置を講じるべき区域は11市となります。病床確保計画におけるフェーズですけれども、新規感染者数については前の週と比べて3割前後で増加をしております。この増加傾向が今後続いた場合、1週間後には国の指標のステージ4相当となる恐れがあります。そこで感染が拡大をしている千葉、統括南部および統括北部の各県域と、その周辺の印旛、香取海藻および市原の各県域について、7月の19日からフェーズ3へ移行することといたします。フェーズ3に移行した地域については、感染者の血中酸素飽和度や基礎疾患などを踏まえた入院の優先度判断基準に基づいて、優先順位をつけた入院を行うことにいたします。合わせてパルスオキシメーターの全員配布など、宿泊療養者、自宅療養者への支援体制を強化をしてまいります。本部会議の決定事項は以上であります。次に協力金の支給ですけれども、国から要請のありました7月12日から8月22日までの期間における飲食店への協力金の早期給付についてでありますが、本件では1月の緊急事態宣言以降、継続的に要請にご協力をいただいている飲食店の方々に対して、定額で早期支給を行うことにいたします。来週には受付を開始をし、再来週にはお支払いができるように、現在、最終調整に入っているところであります。来週、改めてお知らせをいたします。県民の皆様方にお願いであります。本県では新規感染者数が大きく増加をしており、特に20代の伸びが激しい状況であります。東京都との往来により感染したとみられる新規感染者が増加をしております。4連休、夏休み、お盆などを迎えますけれども、普段会わない人と会う機会は感染拡大のリスクを高めます。帰省や旅行での県境を越えるような移動、特に感染者数が急増している宣言区域との往来は極力控えていただきたいと思います。東京で通学や通勤をしてですね、その先で友人や同僚などと飲食をしての感染なども非常に目立っている状況でありますので、改めてそうした行動に十分に留意をしていただくとともに、テレワークや時差出勤の活用など、感染リスクを下げる工夫をお願いをいたします。オリンピックのテレビ観戦についても、普段同居されている家族と自宅で楽しんでいただきたいと思います。新型コロナウイルス感染症は症状がなくても人に感染させる可能性があり、また若い方でも重症になる例、後遺症に悩む例もあります。自身の健康を過信せずに、自分の命、大切な人の命、皆さんの生活を守るために責任ある行動をお願いをいたします。今後ですね、感染がさらに拡大をしていけばですね、本県においても緊急事態宣言の発令であったり、
酒類提供の停止などの要請を行わざるを得なくなります。今ここで皆様方が適切な行動を取っていただけるかどうかが極めて重要な局面に入ってきております。ぜひそれぞれの社会経済活動を一定程度維持していくためにもですね、改めて皆様方の行動の徹底をですねお願いをいたします。私からは以上です。それでは質問をお受けいたします。幹事長 NHK さんお願いします。NHK 金子です。よろしくお願いします。今の知事の中ご発言の中で20代の伸びが激しいというお話がありました。この感染急増の背景、知事のお考えならもう少し詳しくこういった場面でとかこういう背景があるのではないかというところを教えてください。東京でですね、飲食をされたりですね、行動されたり、そういう形での感染も目立ってきておりますし、さらには県内のそれぞれの市中感染と思われる事例もあります。20代の方々はですね、そういう意味でどうしても自身の重症化リスクが低いんだというお考えの中でですね、さまざま感染リスクの高い行動を取るケースがありますので、改めてそれが最終的にはですね、他の世代に拡大をしていってご自身の行動の制約につながってくるわけですので、その点について十分に、感染防止行動を徹底していただきたいというふうに考えています。間もなく五輪あと1週間の中でこの急増傾向ということで知事の危機意識を改めてお聞かせください。そうですね、オリンピックに関してはですね、本県も含めてですね、無観客という形でできる限り感染のリスクを下げるという、そういう決意のもとでですね、そうした措置に最終的にはなったわけでありますので、今はそういう局面だということでですね、できる限り感染の拡大を防止していかなければいけない。先ほど来申し上げてきた通りですね、人の移動がある程度広く移動する時期が来ておりますし、それからですね、初期払いも含めていわゆる年末年始の忘年会のシーズン、それから3月4月の歓送迎会などのシーズン、そしてこの時期の初期払いですとか、人々が集まって宴席などを設けやすい、そういう時期に感染が拡大するリスクがありますので、そういう意味でもですね、今後さらに拡大するリスクが待っている状況の中で今この感染状況でありますので、ワクチンが普及していたとしてもですね、それを超えるだけの絶対数が出てくればですね、医療は耐えきれなくなっていきますので、そういう状況を十分にご理解の上での対策が必要だと思っております。今医療のお話がありました。今回病床のフェーズを上げるということですけれども、実際何病床ぐらい確保できそうなのか、あと夏になると熱中症の患者さんも増えてくる中でフェーズ3で回していけるのか、そのあたり の病床についての意識をお聞かせください。そうですね、まずは優先順位に基づくですね、入院によってですね、できる限り病床の逼迫を抑えていきたいというふうに考えています。これがさらに進んでくればですね、さらにフェーズを上げて病床数そのもののですね、さらなる増大に向けてですね、医療機関のご協力をお願いをしていく形になりますので、できる限りですね、そうした優先順位に基づいて入院が必要な方がしっかりと入院できる状況をですね、なんとか維持していきたいというふうに思います。最後もう一点、緊急事態宣言についてです。神奈川県について報道で、緊急事態宣言の発令を検討しているという報道がありましたが、熊谷知事として千葉県の状況、こうなれば宣言もやむなしというところで現在の考え方を教えてください。そうですね、緊急事態宣言の発令についてはですね、当然ながらこの感染が続いてくればですね、十分にそれは選択肢に入ってくるだろうというふうに考えています。病床の稼働率がですね、さらに高まってですね、もう逼迫になるということが十分に想定されればですね、そういう選択肢になってくるだろうと。それから、重症化の状況ですね、重症病床について、どのような傾向を示してくるのか、今までは感染者が増えていってしばらくタイムラグがあってから重症者が増えてくるという状況でありますけれども、
高齢者のワクチン接種が進んでいくことによって、このタイムラグの上昇がどういう状況になってくるのかということ、それから何よりやはり我々は東京の感染がですね、最終的に大きな影響を与えますので、東京都の感染が今後も伸びていくのか、それとも上げ止まってくるのか、そのあたりの状況を見極めながらですね、3県の連携、それから国との連携をしっかり取りながらですね、考えていきたいというふうに思います。今すぐにということはお考えではないということでよろしいですか。選択肢には入れておりますけれども、しっかりとそうした先ほど申し上げたような状況をですね、見極めていきたいというふうに考えています。続いて同じく幹事社の千葉日報さん、お願いします。千葉日報の池田と申します。よろしくお願いします。重点措置の区域についてお伺いいたします。記事は昨日ですね、八千代と鎌ヶ谷の追加方針が示されたんですけど、統括地域などについてギリギリまで注視するというお話をされましたが、今回見送った理由についてお聞かせください。はい、例えば野田ですとか流山ですとかですね、我孫子市などについては、今現時点においてですけれども、感染についてですね、そんな低い水準ではないですけれども、今の上記水準が続いている状況でありますので、今回は追加を見送らせていただきました。しかしながらですね、警戒区域という形でですね、いつ何時ですね、東京の感染の影響で一気に拡大してもおかしくない地域でありますので、今後もですね、増加の傾向が見られればですね、速やかに追加区域の追加について検討していきたいというふうに思います。すみません、あと対策メニューについてお伺いします。感染者が、相当増えているという状況の中で、対策メニューについては基本は継続するというふうな話なんですが、強化するとかそういった考えは今のところはないんでしょうか。そうですね、我々もすでに独自にかなり絞った状態の措置を行っていますので、この措置を継続をしていく、そしてそれを飲食店の方々にしっかりと遵守をしていくということが何より重要だろうというふうに考えています。最後に先ほど NHK さんからも質問があったんですけど、緊急事態宣言の要請等については基本的には首都圏3県で足並みを揃えるという認識でもよろしいんでしょうか。そうですね、3県について、少なくとも今の状況は感染傾向はですね、ほぼ同じような状況に入ってきておりますので、その状況下の中でですね、それぞれ3県の考え方を合わせながらですね、緊急事態宣言について、国としっかりと協議をしていくということになると思います。ありがとうございます。それではその他各社様からお受けいたします。読売新聞さん。読売の上村です。お願いします。今の緊急事態宣言の点に関してなんですが、今後 その協議によっては今日とか明日とかに要請を出すということもあり得るのでしょうか。我々今日明日ということは現時点では考えておりませんけれども、しかしながらこの感染傾向が続いてくればですね、十分にそれは選択肢として入れて考えていかなければいけないというふうに思っています。現段階では神奈川県とのその協議の、神奈川県とは意見交換を今しているところです。で、埼玉県さんにもこの間さまざまな形で事務レベルでも知事レベルでも意見交換をしてきておりますので、それぞれの考え方をしっかり合わせながらですね、統一した行動が取れるように取り組んでいきたいというふうに思います。ありがとうございます。他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。失礼しました。毎日新聞さん。毎日新聞の石川です。緊急事態宣言となると、県全域でお酒停止したりとかそういう厳しいことになると思うんですけれども、県南部ですとか調子の方ですとか、その辺の認識っていうのは知事はどのように考えていらっしゃるんでしょうか。ご質問の通りで、我々がやはりまん延防止等重点措置の利点というのは、やはり現実的に必要な区域に絞ってかつ機動的に追加であったり解除ができるというところが重要だというふうに考えています。緊急事態宣言においては全県適用というのが基本ではありますけれども、千葉県の場合は他の2県と比べてもですね、この地域差が非常に激しいところがありますので、この緊急事態宣言について選択肢に入れて検討していく中でですね、この全県適用にすべきか否かについてもしっかりと検討を
進めていきたいというふうに思います。他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして臨時会見の方を終了させていただきます。ありがとうございました。